こんばんはぐっすりおやすみ朗読です今回は心癒される優しいお話を集めました日本昔話の特集です特にですね最初のお話ある変身した動物が出てくるんですが一般的な日本昔話では 開示されてしまったり成敗されてしまったりするかもしれないところ今回はものすごく優しいおじいさんとおばあさんに出会って驚くようなハッピーエンドを迎えるお話ですどうぞお楽しみくださいさて嬉しいコメントが届きました息子が全然寝ないのにこの朗読を流すとすぐ寝ますこれからもずっと聞きます ありがとうございます。とても嬉しいです。ぜひですね、これからもどうぞよろしくお願いします、えー。コメントはゆっくりですね、お話の最後のご紹介のところでお返事させていただきます。皆様からのコメントもお待ちしています。それでは、おやすみなさい。二人になった孫。 昔昔ある村におじいさんとおばあさんが住んでいましたおじいさんとおばあさんには一人のかわいい孫がいますところが家が貧乏なので孫を8キロほど離れた漁師の網元の家へ 方向に出すことににすとなりま「した。しかし孫は奉公に行ったその晩に帰ってきて『じい様、ま、おばあさんおら網元の家じゃ骨が折れてどうにもなんねおらあそこへ奉公するのは嫌だ』というのです。 おじいさんとおばあさんはすっかりこまっていいました「これただこねるもんでね」「そうだなんとかしんぼうしてがんばってくれ」そしてせんべいをたべさせたりおみやげをもたせたりしてやっとかえしたのですが わくる日の晩になるとまた戻ってきたのです。こうして孫は毎晩毎晩帰ってきてはおいしいものを食べてお土産を持って帰っていったのです。ある日のこと孫が休みをもらったと言って珍しく。 昼間に現れまにれした。そこでおばあさんは孫に注意をしました。なあお前そんなに家に帰ってばかりしては網元様によく思われんよ。つらいだろうがもっと辛抱せにゃ。すると孫は 不思議そうな顔をして言いました「じいさまばあさまおらアミモさんに奉公してからきょうはじめて家に帰ってきたんだよ」「はじめて」なをにうおまえは毎晩のように帰ってくるでねえかそうだ そしてごちそうたらふく食べて土産まで持って帰るでねえか」。おじいさんとおばあさんの言葉に孫はびっくりです。いいやいいやほら帰ってくるのは今日が初めてだ。孫が嘘を言う子供でないことは おじいさんもおばあさんもよく知っていいます。おじいさ,んもおばあさんも孫もふしぎそうに首をかしげましたそのよるだれかが家の戸をたたきましたおじいさんが戸口に行くと「オラだ」。 今帰ったぞ」といつもの孫の声がしますおじいさんがびっくりして家の中を見ると孫はおばあさんと話をしています「こりゃたまげた孫が二人になったぞどっちが本物の孫じゃろうか」 おじいさんはふと考えました「そういえば夜に来る孫は少しおかしなところがあった」すると外にいる孫は化け物かもしれんぞおじいさんはそばにあったてんびんぼうを持って用心しながら戸を開けました すると外の孫はびっくりして言いました「じい様、ま、じい様、ま、おらはお前の孫だぞそないなものを持ってどうするんじゃ」「やかましいわしのかわいい孫は昼間に来て奥でばあさまと話をしとるわい」。 おじいさんがどなるといままでまごのすがたをしていたものがくるりととんぼ返りをしていっぴきのたぬきになりましたそしててをあわせてじいさまやかんぎんかんぎんとあやまるのですそのようすをみたおじいさんはすっ かりたぬきのまごもかわいくなって「よしよしせっかくきたんじゃからあがっていけごちそうもあるからたーんとたべていけや」「ありがとう」たぬきはれいをいうとまたくるりととんぼ返りをしてまごのすがたになりましたそして おじいさんとおばあさんとほんとうのまごとたぬきのまごはみんななかよくばんごはんをたべたのでしたおしまい。 おすまおばあさん、ふくむすめ童話集三作。昔昔、ある山奥の村に、おすまばあさんというおばあさんがいました。おすまばあさんは早くに死んだおじいさんのお墓を建てようと。 欲しいものを我慢してお金をためたのですが悪い旅の男にだまされてお金を全部持っていかれたのですそれ以来村人はおすまばあさんのことを馬鹿にしていましたある日のことおすまばあさんのところへ 二人の役人が来ました。ばあさん、この村では自分たちで酒を作っておるじゃろうどこの家で作っているか教えてくれんかこのころ、お酒を自分たちで作ることは禁止されていました。でも、 この村は貧乏なので税金の高いお酒を買うことができません。そこで村人はこっそり自分たちでお酒を作っていたのです。役人に聞かれたおすまばあさんはゆっくり腰を伸ばして言いました。へえ。 旦那さんたちが探しているのは、ささですかいそうだ。役人たちはうなずきました。お酒のことは、酒のさを重ねた言葉のささとも言います。それでしたら、この山の炭焼き小屋で、どっさりと作っておりますだ。 それを聞いた役人たちは顔を見合わせてにやりと笑いました。うひひ、今日はたっぷり酒が飲めるわい。それに老ヤギ放り込むと驚かせば金も手に入る。これだから役人はやめられん。ま。 わるやく悪い役人たちですではばあさんそこへ案内してくれんかはあいいですがちょっと待ってくださいよ息子が戻ってくるまでに飯をたかんといかんからちょっとお隣で米をかりてくるでそう言っておすまばあさんは 隣の家でお米を借りてくると役人たちに言いました「さあ案内しますでしっかりついてきてくださいよ」おすまばあさんは先頭に立つと険しい山道をすたすたと登っていきましたおすまばあさんの後から 役人たちがフフ言いながらついていきます。まったくこのパパ年のわりには足が速いわい。そしてやっとのことで三人は山奥の炭焼き小屋に到着しました。さあ旦那。 ササはあ「そこで作っておりますだ。そうかばあさんはここで待っていろ」役人たちは炭焼き小屋の戸を開けると転がるように中へ飛び込みましたしかし炭焼き小屋の中は蜘蛛の巣だらけでどこを探しても酒のさの字もありません。 やくにんたちは腹をたてて、おすまばあさんに文句ををいました。ばあばあ、どこにさけがあるのだうそもすとただではおかんぞ。すると、そとからおすまばあさんがやくにんたちにてまねきをしました。だんな、そこではなくこっちでさ、すぐそこに。 笹がどっさりございますよ。役人たちが小屋を出るとおすまばあさんが笹ささやぶをさして言いました。どうじゃいい笹じゃろう。そのころ村ではおすまばあさんの知らせを聞いた村人たちが 村中の酒をしした後でした。でこのことがあってから村人はおすまばあさんに感謝して二度とバカにしなかったそうですおしまい。 さらさら雪むかしむかしあるところにじっしとままこの姉妹がいましたじっしの方は毎日きれいな着物を着て遊んでばかりいますがでもままこの方は ろくにごはんを食べさせてもらえずぼろぼろの汚い着物で毎日仕事ばかりさせられていましたある冬の寒い日のことですママ子は川で大根を洗っていました川の水は冷たくて手がじんじんと 針を突き刺すような痛さです。その時、川の横を音のさまの一行が通りかかって。お殿様がままこに声をかけました。おお娘、娘この寒いのによく頑張っておるのを。今日は庄屋の家に。 村のものをよんでうたかいをするがおまえもきてはどうじゃえ私わたしがうたかいに?」。ままこはこまってしまいまして。実しはともかくままこはしごとがいそがしくてうたなどよんだことがないのです。 何そうむずかしいものではないかんじたことをそのままことばにすればよいのじゃお殿様にそう言われてまま子はしかたなくしょうやのいえにいきましたさていよいようたよみがはじまりました 大きな盤の上に置いた皿の中にたくさんの塩が持ってありその中に松を植えたものを台にして歌を読むことになりました一番最初に実詩が歌を読むことになりました実詩は自信満々にこんな歌を読みました 瓦の上に皿がある皿の上に塩がある塩の上に松があるつまらない歌なのでお殿様は気にも留めませんでしたしばらくしてママ子が歌を詠む晩になりましたママ子は、 塩の中に植えられた松を見つめるとお殿様に言われたように感じたことを言葉にしました「さ皿や,やさ皿の上に雪降って雪を根として育つ松かやそれを聞いたお殿様は 思わず声をあげました。「うむ見事じゃ厳しい寒さに負けじと頑張る松の力強さが伝わってくるわ」。お殿様はその歌が大変気に入ってママ子をお城へ連れて帰ると歌読みの勉強をさせました。

昔し,し、こんぴら橋という橋があってそのたもとにお地蔵さんが立っていましたこのお地蔵さんは昼間は普通のお地蔵さんですが夜になるとのびあがりという化け物になってむくむくと背が伸びて ひょろひょろっと首が伸びてビロローンと長い舌を出すのです。ですから村人たちは怖がって誰もこの橋を通ろうとしませんでした。ある人がこの話を聞いて 友達の又兵衛に言いました「伸び上がりのお地蔵さんの前に赤い杭を打ち込んできたら金をやるぞ」「本当かよしよしそのくらいわけもない」「又兵衛は早速赤い杭と つちをもってでかけましたが近づくにつれてだんだんこわくなってしまい全身がガタガタとふるえていますそれでもなんとかお地蔵さんの前までいくと又兵衛はお地蔵さんを見ないように目をつぶってくいを打ちこみました。 さあ、終わったぞ早く帰るとしようぐずぐずしているとお地蔵さんが伸び上がりに化けてしまうからな又兵衛はくるりと向きを変えると慌てて逃げようとしましたところがお地蔵さんが 又兵衛の着物を引っ張って話してくれないのです「うひゃあ助けてくれ」又兵衛はありったけの声で叫びましたそれを聞きつけた人々が提灯を手に駆けつけました「どうした何があったんじゃ?こ」 このお地蔵さんがこの伸び上がりがわしの着物をつかんで離してくれんのじゃ。何だって駆けつけた人々はびっくりしましたが又兵衛の着物を引っ張っているものを見て大笑いです。なんと又兵衛は 自分の着物の裾に赤い杭を打ち込んでもがいていたのでしたおしまい一人になったおぎの親分。 福娘さん作。くむかしむかしおぎがみ山という山に2匹のおぎの親分が住んでいてそれぞれが大勢の子分を引き連れていました親分同士の仲がよくこれまでけんかをしたことがありませんところがある日 二匹の親分が一緒に酒を飲んでいる時に片方の親分が「お前の子分よりもわしの子分の方がずっと元気がええ」と言いましたそれを聞いたもう一人の鬼の親分が顔を真っ赤にして言い返しました何を言うか わしの子分の方がお前の子分よりもずっと元気がええわい。なんだとなんだとはなんだ。やる気かああやってやるぞ。2匹の鬼の親分が同時に立ち上がりました。でも2匹の鬼の親分の力は同じです。喧嘩をすれば、 両方とも無事ではすみません。そこで片方の鬼の親分がもう片方の鬼の親分に言いました「俺たちが喧嘩をすれば両方とも死んでしまうかもしれん。そうなれば子分たちの面倒を見るやつがいなくなる。ここは喧嘩ではなく。 他のことで勝負をつけないかなるほど。お前さんの言う通りだ。それなら、あの険しい谷の上に石の橋を架けるというのはどうじゃそれは面白い。よし、日が暮れたら仕事の開始じゃ。朝までに石の橋を架け、 どっちの橋がよくできているかわしとお前で見て回ろう。わかったもしわしの方が負けたらお前の弟分になるとしよう。その反対にわしの方が勝ったらお前が弟分になるんだ。いいとも決まりだ。二匹のおの親分は、 早速子供たちのところへ行ってこのことを話しましたさて日が暮れると同時にどっちの小木たちも石の橋を作り始めました「しっかりと頑張れ負ければあっちの親分の家来にされてしまうぞ」。のの親分は、 必死で子分たちを追い立てます静かだった鬼神山はまるで戦のような騒ぎですところが片方の橋はどんどんできあがっていくのにもう片方の橋はなかなか仕事がはかどりません東の空が白くなる頃谷の上に 一つの見事な橋が出来上がりました。でも、もう一つの橋は、まだ半分というところです。負けた鬼の親分が、勝った鬼の親分に言いました。どうやら、わしらの負けのようだ。約束通り、今日からわしは、お前の弟分になろう。 それからというもの、鬼神山の鬼の親分は一人になり、その下に大勢の子分を従えるようになったのです。おしまい。絵から抜け出した子馬。 福娘さん作。くむかしむかしある村のお寺に絵をかくのが何よりもすきな小僧さんがいましたお経も覚えずに暇さえあれば絵ばかりかいていました仏様に仕えるものが そんなことでどうする。絵をやめないのなら寺を追い出してしまうぞ和尚さんから厳しく叱られてもやっぱり絵をやめることができませんそこで夜中にこっそり起きて絵を描くことにしましたある日のこと 小僧さんは小馬の絵を描き上げましたまるで生きているみたいで自分でも見とれるほどです小僧さんはうれしくなって和尚さんに見つからないように自分の部屋に隠しておきましたところがしばらくたってこの村に困ったことが起きました すっかり黄色くなった麦の穂を食い荒らすものが現れたのです豊作だと喜んでいたお百姓さんたちはとても悔しがりました「こんな悪さをするやつはとっ捕まえてやる」お百姓さんたちは畑に小屋を作って一日中見張ることにしました するとその晩どこからともなく一頭の子馬が現れて麦畑の中へ消えていくではありませんか。さあではあの子馬が麦を食べているんだな。見張りのお百姓さんたちはこっそり子馬の跡をつけました。 そんなこととは知らない子馬はうれしそうに麦畑を駆け回ると立ち止まってはおいしそうに麦の穂を食べました「やっぱりあいつだもう許せない」お百姓さんたちは飛び出して子馬を取り囲みました「逃がすんじゃないぞそれ追うんだ」 お百姓さんたちが必死で追いかけていくと馬はお寺の中に駆け込んでいきました「何だお寺で馬を飼うわけないし預かったという話も聞いていないが不思議に思いながらもお寺に行ってみるとどうでしょう馬の足跡が点々とて 小僧さんの部屋まで続いているのですまさかお百姓さんたちから話を聞いてお嬢さんが急いで小僧さんの部屋に行ってみましたするとそこには子馬の絵を抱いた小僧さんが座っていました子馬は今にも絵から飛び出そうと じっとこっちを見ています。ここの馬です。あとからやってきたお百姓さんたちもその絵を見て思わず息をのみました。泣き出しそうになっている小僧さんを見てお嬢さんが言いました。絵の馬が抜け出すとは大した腕前だ。 これからは自由に絵を描いてもいいぞ。そんなことがあってから小僧さんは仏様の絵をたくさん描いて村人たちに分けてあげました。村人たちはその絵を家宝にして大切にしたということです。おしまい。 人の嫁になった猫昔昔あるところに一人のお百姓さんがいました毎日田畑へ出て一生懸命に働きますがちっとも暮らしが楽になりませんそのため もう四十歳を過ぎているのに嫁さえもらうことができないのですさてそのお百姓の隣に住んでいるのは村一番の長者で蔵には米俵が山のように積んでありましたいくら贅沢をしても困らないのに この長者はひどいケチで家で飼っていた一匹のメス猫にさえ「近頃は飯を食いすぎる」と言って家から放り出してしまったのですお百姓さんが寝ていると夜中に家の外で猫の鳴き声がします気になって戸を開けてみたら 長者の家の猫が寒そうに震えているではありませんか。どうしたこんなところにいると凍え死んでしまうぞ。お百姓さんは猫を抱えて家に入れると汚れた体を拭いてやり自分の布団の中へ入れてやりました。 次の日長者の家へ猫を届けに行くと「そいつはもう私の家の猫ではない」というのでお百姓さんはしかたなく自分で飼うことにしたのです。お百姓さんは何でも猫と分け合って食べまるで自分の子どものようにかわいがりました。 嫁のいないお百姓さんはある晩猫をひさ乗せながら独り言を言います。もしお前が人間だったらなあ俺が畑へ出ている間に家で麦の粉をひいてくれたらどんなに暮らしが楽になるか。すると猫はうれしそうに にゃーと泣きました。おやお前はわしの言葉がわかるのかいや、そんなはずはない。お百姓さんはいつものように猫を懐に抱いて寝ました。さて、次の日の夕方、お百姓さんが 畑から戻ってくると明かりもないのに、家の中からゴロゴロと石臼を引く音が聞こえてきます。不思議に思って中を覗いたらなんと猫が石臼で麦を引いているではありませんか？お前、本当にわしの言うことがわかるのか？ いやありがとう。お百姓さんは喜んでその粉で団子を作り猫と一緒に食べました。それからというものお百姓さんのいない時はいつも猫が石臼を引いてくれるのでお百姓さんはとても助かりました。 ある晩お百姓さんがいろりにあたっているとそばにいた猫が突然人間の言葉をしゃべったのですおかげさまでとても幸せな毎日がおくれますでもこのままでは石臼しか引くことができませんこの上は人間になってあなたのために 「もっと尽くしたいと思います」「お百姓さんは優しく猫の顔を見て言いました」「ありがとう」「でも粉を引いてくれるだけで十分だ」「お前がいるおかげでちっともさみしくない」「どうかわしのところにずーっといておくれ」 すると猫は涙を流しながら言いました。私は、なんて幸せ者でしょう。長者さんはお金持ちでも、私をちっともかわいがってはくれませんでした。それなのに、あなたは、お願いです。私を、お伊勢参りに行かせてください。必ず、 人間になって戻ってきますから。それを聞いて、お百姓さんは、この猫がますますかわいくなりました。よし、わかった。行っておいで。お百姓さんが、猫のために、なけなしのお金を袋に入れて、首に結びつけてやると、 猫は喜んで家を出て行きましたそれからしばらくして猫は無事にお伊勢さんへ着くことができました猫は神様のいる社の前へ行き手を合わせて言いました「神様どうか私を人間にしてください」 私をかわいがってくれる人のためにもっともっと尽くしてあげたいのです。するとどうでしょう。猫はいつの間にか美しい人間の娘になっていたのです。人間になった猫は大喜びでお百姓さんの待つ家へ戻っていきました。 お百姓さんが持たせてくれた金のおかげで安い宿屋に泊まることもできましたお百姓さんは美しい娘を見て「これがあの猫とはどうしても思えません」「お前本当に人間になれたのか?」はい神様のおかげですっ 彼人間に変わりました。もう二度と猫に戻ることはありませんそこでお百姓さんは人間になった猫と夫婦になりました綺麗で優しい猫の嫁は家の仕事から畑仕事まで人間以上に働きます おかげでお百姓さんは隣の長者をしのぐ長者となりいつまでも幸せに暮らしたということですおしまい天狗の隠れみの福娘さん作。く むかーしむかし彦一というとても賢い子どもがいました小さい頃から頭がよくて随分ととんちが利くのですが台がつくほどの酒好きですなぎしろ彦一の夢は毎日たらふく酒を飲むことです 酒が飲みてえな何かうまい知恵はないだろうか考えているうちにふとそれをかぶると姿が消えるという天狗の隠れみののことを思い出しました天狗は村はずれの丘に時々やってくると言いますよし天狗の隠れみのを手に入れて 酒をたらふく飲んでやろう彦一は早速ごはんを炊くときに使う皮だけを持っておかに来ました「いやこいつはええ眺めだ大阪や京都が手に取るように見える見えるぞ」そう言いながら きだけを望遠鏡のようにのぞいていると松の木のそばから声がしました「彦市彦市のぞいているのはかまどの下の火をおこすただの彦吹きだけじゃろうが」。声はしますが目には見えません。天狗が近くにいるのです。 いやこれは氷吹きだけに似た千里鏡じゃ遠くのものが近くに見える宝じゃほう<お>日の都の美しい姫がやってきなさったぞ牛に引かせた車に乗っておるわ今日の都の姫だと彦一ち,ちょっとでいいから 「わしにものぞかせてくれんか」。天狗は彦一のそばに来たようです。「だめだめ、この千里峡は家の宝物持って逃げられては大変じゃ」。そのとたん目の前に大きな天狗が姿を現しました。「大丈夫逃げたりはせん。 だけどそんなに心配なら、その間、わしの隠れみのを預けておこう。うーん。それじゃ、ちょっとだけだぞ。彦市は素早く隠れみのを身につけると、さっと姿を消しました。天狗は皮膚けを目に当ててみましたが、中は真っ暗で、 何も映りません。「彦一めだましたな」と気がついた時には彦一の姿は影も形もありませんでした隠れみのに身を包んだ彦一は早速居酒屋にやってくるとお客の横に腰をかけてとっくりのまま。 ぐびぐびとお酒を飲み始めましたそれを見たお客はびっくりして目を白黒させますととっくりがひとりでに浮き上がったぞ <laughs> さてたらふく飲んだ彦一はふらつく足で家に帰りました「ふいこれは便利なものを手に入れたわひっ 隠 <laughs> れみのさえあればいつでもどこでも好きな酒を飲むことができます次の朝今日もただ酒を飲みに行こうと飛び起きた彦一は大事にしまい込んだ隠れみのがどこにもないことに気がつきました「<laughs> おいおっかあ、うん、つづらの中にしまい込んだ 美濃を知らんか。あああの汚いミノならかまどで燃やしたよ。ななんだと覗き込んでみるとミノはすっかり燃え尽きています。はああなんてことだ毎日酒が飲めると思ったのに。彦一はぶつくさ言いながら灰をかき集めてみると。 灰のついた手の指が見えなくなりました。はあはあ、どうやら隠れ美濃の,の効き目は灰になってもあるらしい。体に塗ってみると、灰を塗ったところが透明になります。よし、これで大丈夫だ。早速酒を飲みに行こう。町へ出かけた彦一は、 早速お客のそばに座るととっくりの酒を横取りしました。それを見たお客は「うわ!」と悲鳴を上げました。「み、み、みろめ、目玉がわしの酒を飲んでいる」。隠れみのの灰を全身に塗ったつもりでしたが目玉にだけは塗っていなかったのです。 化け物めこれをくらえお客はそばにあった水を彦一にかけましたバシャンするとどうでしょう体に塗った灰がみるみる落ちて裸の彦一が姿を現したのですあ,あてめえは彦一だなこいつめぶん殴ってやるうわっ 悪かった許してくれ彦市はそう言ってすっぱだかのまま逃げ帰ったということですおしまい八幡太郎楠山正雄作。 日本の昔の武士で一番強かったのは源氏の武士でございます。その源氏の先祖で一番偉い大将といえば八幡太郎でございます。昔源氏の武士は戦に出るとき氏神様の八幡大臣のお名を唱えると一緒にきっと先祖の八幡太郎を思い出して いつも自分の向かっていく先々には八幡太郎の霊が守ってくれていると思って戦に励んだものでした八幡太郎は源頼義という大将の長男でお父さんの頼義がある晩八幡大臣から立派な奉献をいただいたという夢を見ると間もなく八幡太郎が生まれました。 七つの年に岩清水八幡のお宮で元服して八幡太郎義家と名乗りました義家は子供の時から弓が上手くてもう十二三という年には大抵の武士の弾けないような上手な弓を引いていれば必ず当たるという不思議な技を持っていましたある時 清原武則というこれも弓の名人で名高かった人が義家の本当の雲勢を知りたがって丈夫な鎧を見重ねまで木の上にかけて義家にいさせました義家はそこらにある弓に矢をつがえて無造作に話しますと鎧を3枚通して後ろに5寸も矢尻が出ていました。 大きくなって義家はお父さんの頼義について奥州の阿部定党宗党という兄弟の荒恵比スを征伐に行きましたその戦は九年も続いてその間には随分激しい大雪に悩んだり兵糧がなくなって危うく飢え死にを仕掛けたり一時は敵の勢いが大層強くて 味方は残らず討ち死にと覚悟を決めたりしたこともありましたがその度ごとにいつも義家が不思議な知恵と勇気とそれから神様のような弓矢の技で敵を退けて九福林まで負け戦に決まったものを盛り返して味方の勝利にしましたそれで戦えば戦うたんびに 八幡太郎の名が高くなりましたさすがのアラエビスも震え上がってしまいには八幡太郎の名を聞いただけで逃げ出すようになりましたけれども強いばかりが武士ではありません八幡太郎が心の優しい神様のように情けの深い人だということは敵すらも感じて ししたわしく思うようよになりましたそれはもう長い長い9年の戦いもそろそろおしまいになろうという自分のことでしたある日激しい戦のあとで義家は敵の大将の貞党とただ二人一騎打ちの勝負をいたしましたそのうちとうとう貞党がかなわなくなって馬の首をむけ返して 逃げていこうとしますと義家は後ろから大きな声で「衣の盾は綻びにけり」と和歌の下の句を歌いかけましたすると定藤も逃げながら振り向いて「年をへし糸の乱れの苦しさに」とすぐに髪の句をつけましたこれは戦の場所がちょうど 衣川のそばの「衣のたて」というところでしたから義家が定藤に「お前の衣ももうほころびた」「お前の運ももう末だ」とあざけったのでございますすると定藤も負けずに「それは何しろ長年の戦で衣の糸もバラバラにほごれてきたから仕方がない」と読み返したのでした。 これで義家もいかにも定藤がかわいそうになってその日はそのまま見逃して返してやりましたけれども一度は逃がしてやっても一旦運の尽きたものはどうにもならないので間もなく定党は殺され弟の宗藤も生け捕りになって奥州の荒恵ビスは残らず滅びてしまいましたそこで頼義と義家の二人は 九年の苦しい戦の後生け捕りの敵を引き連れてめでたく京都へ凱旋いたしました京都へ帰って後敵の大将の胸党はすぐに首を切られるはずでしたけれど義家は戦が済んでしまえばもう敵も味方もない無駄に人の命を絶つには及ばないと思いましたそこで 天使様に願って自分がご褒美をいただく代わりに宗をはじめ敵の虜を残らず許してやりましたその中で宗党はそのまま都にとどまって義家の家来になりたいというのでそばに置いて使うことにしました宗党は一旦義家に命を助けてもらったので大層ありがたいと思って 吉家の徳に懐くようになったのですがもともと人を恨む心の深い荒エビスのことですから自分の一家を滅ぼした吉家をやはり憎らしく思う心が抜けませんそれでいつか折があったら殺して敵を討ってやろうと狙っておりましたけれども吉家の方は一向平気で昔から使い慣れた家来同様 胸とをかわいがってどこへ行くにも胸と胸ととお供に連れて歩いていましたするとある晩のことでした義家はたった一人胸とをお供に連れてある人の家を訪ねに行って夜遅く帰ってきました胸とは牛車を追いながら こ「そしいをこで懐からそろそろ刀を抜きかけてそっと車の中をのぞきますと中では義家が何にも胸にわだかまりのない顔をしてすやすや眠っていました」「宗党はその時敵の私にただ一人友をさせて少しも疑う景色も見せない」 どこまで心の広い立派な人だろう」と感心して抜きかけた刀を引っ込めてしまいましたそしてそれからは全く義家に懐いて一生背きませんでしたそれからまたある時義家はいつものとおり宗とを一人お供に連れて大臣の「藤原の寄り道。 という人のお屋敷へ呼ばれて行ったことがありました寄り道は吉家に詳しく欧州の戦争の話をさせて聞きながら面白いので夜のふけるのも忘れていましたちょうどその時このお屋敷にその自分学者で名高かった大江の政房という人が着合わせていて やはり感心して聞いていましたが帰りがけに一言「あの義家は立派な大将だが惜しいことに戦の学問ができていない」と独り言のように言いましたそれを玄関先で待っていた宗党が小耳に挟んで後で義家に「正房がこんなことを言っていました」「何もわからない学者のくせに」 生意気ではありませんかと言って怒っていましたけれども義家は笑って「いやそれはあの人の言う方が本当だ」と言ってそのあくる日改めて正房のところへ出かけていって丁寧に頼んで戦の学問を教えてもらうことにしましたするうちまた欧州に戦争が始まりました。 それは義家が鎮守府将軍になって欧州に下っておりますと清原の実平、家平という荒恵ビスの兄弟の内輪喧嘩から始まってしまいには家平が叔父の武平を語らって義家に向かってきたのでしたそこで義家は味方の軍勢を率いて今度も飢えと寒さに悩みながら 三年の間、脇目も降らずに戦いました。この戦の間のことでした。ある日、義絵がなぎげなく野原を通っていきますと、草の深く茂った中から出し抜けにバラバラとガンがたくさん飛び出ちました。義絵はこれを見てしばらく考えていましたが、のにガンが乱れて立ったところを見ると、きっと と兵があるのだ「それこちらから先へ書か,かれ」と言いつけてそこらの野原を駆り立てますと案の定たくさんの伏兵が草の中に隠れていましたそしてみんな見つかって殺されてしまいましたその時義家は家来たちに向かって「がんの乱れて立つ時は伏兵がある印だということは」 正房の先生から教わった「兵学の本にあることだ」「おかげで危ないところを助かっただから学問はしなければならないものだ」と言いました今度の戦は前の時に劣らず随ず分苦しい戦争でしたけれど3年目にはすっかり片づいてしまって義家はまた久しぶりで 都へ帰ることになりました。ちょうど春のことで。欧州を出て、海伝いに日立の釘に入ろうとして。釘境の、なこそ関にかかりますと。見事な山桜が、いっぱい咲いて。風も吹かないのに、はらはらと。鎧の袖に散りかかりました。義家は。その時馬の上で振り返って。 桜の花をあおぎながら。吹く風を。なこその咳と思え、ども道もせぎ散る。山桜かなという歌を読みました。これは風が中へ吹き込んできてはいけないぞと言って立てた。関所であるはずなのに、どうしてこんなに通り、道も塞がるほど。山桜の花がたくさん散りかかるのであろう。 と言って桜ののの散るのを惜しんだのです。八幡太郎の名はその後ますます高くなってしまいには鳥・だものまでその名を聞いて恐れたといわれるほどになりましたある時天使様の御所に毎晩不思議な魔物が現れてその現れる時刻になると天使様は急にお熱が出て 怒りという激しい病をおやみになりました。そこで八幡太郎に追いつけになって五所の経をさせることになりました。義宣は王せを受けるとすぐに鎧をひたたれに身を固めて弓矢を持って五所の御庭の真ん中に立って見張りをしていました。真夜中過ぎになって。 いつもの通り天使様が怒りをおやみになる極限になりました。よしえは真っ暗なお庭の上に突っ立って。魔物の来ると思われる方角をきっと睨みつけながら。弓弦をピンピンピンと三度まで鳴らしました。そして。八幡太郎よしえ。と。大きな声で名乗りました。 するとそれなりスッと魔物は消えて天使様のご病気はきれいに治ってしまいました。またある時野原へ狩りに出かけますと向こうから狐が一匹出てきました。義家はそれを見てあんな小さな獣に矢を当てるのもむごたらしい脅してやろうと思って弓に矢をつがえてわざと狐の目の前の地べたに向けて話しますと。 矢は鶴を離れてやがて狐の真ん前にひょいと立ちましたすると狐はそれだけでもう目を回してくるりとひっくり返ると思うとそのまま倒れてしまいましたまたある時義家が時の大臣の御堂殿のお屋敷へ呼ばれていきますとちょうどそこには 下達寺の観衆という偉い坊さんや安倍の生命という名高い陰陽師や忠明という名人の医者が着合わせていましたその時ちょうど奈良から初物の瓜を献上してきました珍しい大きな瓜だからというのでそのままお盆に乗せて4人のお客の前に出しましたするとまず 安倍の生命がその瓜を手にのせて「ほうこれは珍しい瓜だ」と言って眺めていましたそして「しかしどうもこの中には悪いものが入っているようです」と言いましたすると御堂殿は下達寺の坊さんに向かって「ではお商人一つ家事をしてみてください」と言いました坊さんが承知して、 数珠をつまぐりながら、何か祈り始めますと。不思議にも、瓜がむくむくと動き出しました。さてこそ、怪しい瓜だというので。お医者の忠明が、針猟事に使う針を出して。どれ、私が止めてやりましょう。と言いながら、瓜の胴中に二所まで針を打ちますと。なるほど、そのまま瓜は。 動かなくなくってししままいましたそこで一番おしまいに義家が担当を抜いて「では私が割ってみましょう」と言いながら瓜を割りますと中には案の定小蛇が一匹入っていました。見ると忠明の打った針がちゃんと両方の目に刺さっていました。そして義家がつい無造作に切り込んだ担当は 立派に蛇の首と胴を切り離ししていました御堂殿は感心して「なるほどその道に名高い名人たちのすることはさすがに違ったものだ」と言いました八幡太郎は七十近くまで長生きをして六七代の天使様にお仕え申し上げました。 ですからその一代の間には立派な武勇の話は数知れずあってそれが皆後の武士たちのお手本になったのでした「おしまい」「うさぎと亀のその後のお話」昔々「むかしむかしうさぎと亀が 掛け比べをしました。足の速いうさぎが勝つのに決まっているのですが、油断したうさぎはつい昼寝をしてしまって、亀に負けてしまったのです。これは日本にも世界にも伝わるとても有名な昔話ですが、これはそれからのお話です。 さて、亀に負けたうさぎがしょんぼりとうさぎ村に帰ると、うさぎ村のみんなはかんかんに怒って言いました。亀に負けるようなうさぎはうさぎじゃない。お前なんか出ていけ。そう、そんな。こうして亀に負けたうさぎは、 うさぎ村から少し離れた山でしょんぼりととりぼっちで暮らし始めたのですそれから何日かたったある日のこと亀に負けたうさぎは小鳥たちが木の上でこんな話をしているのを聞きました「ねえねえうさぎ村は」。 とでも大変なことにコウサギを3匹差し出せと言われたらしいんだウサギ村の親ウサギたちは悲しくて泣いているそうだよ亀に負けたウサギはそれを聞くと「これは神様がくれたチャンスだ」と喜んで。 「大急ぎでうさぎ村にかけていきました」そしてうさぎ村のみんなに大声で言いました「みんな俺がオオカミをやっつけてやるよだからもしうまくいったらまたここでくらしてもいいかい?」すると親うさぎたちが言いました「本当かい?」 そうしてくれたら喜んで仲間に入れてあげるよ。よし、約束だよ。カメに負けたうさぎは張り切ってオオカミの住んでいる崖へ出かけていきました。そしてオオカミを見つけると、カメに負けたうさぎはオオカミに頭を下げました。 いやあ、いやあ、オ様、さま、今すぐここへ、小ウサギ三匹連れてきますよ。ですが、コウサギは、オオカさまのお顔が怖くて近寄れないと泣いて困らせるのです。どうか連れてくるまで、崖の隅っこで、谷の方を向いて待っててくれませんかそうか。 ではそうしてオオカミは言われたとおり崖の隅っこに座ると谷の方を向きましたよしよし亀に負けたウサギはそーっとオオカミの背中に近づくと「えい!」と力いっぱいオオカミを突き飛ばしました「うわあ!」 突き落とされたオオカミは叫び声を上げながら谷底へ落ちていき二度とかえってはきませんでした「やったオオカミをやっつけたぞこれで村にかえれる」「亀に負けたウサギは大喜びでウサギ村にかえりそれからは仲間たちと いつまでも楽しく暮らしました。おしまい。いかがでしたでしょうか。ここでいただいたコメントをご紹介します。ユノンさん。くまさん動画をたくさん見ているので。 新しい動画できたら出してほしいです。無理はしないでください。ありがとうございます。新しい動画あのー、まあ、週に2本ずつぐらいですね今掲載していますでしょうか。できるだけこのペースを守っていけたらなと思っています。また動画ありがとうございます。スイミーというお話がと とても面白いので読んでください。いただきました。ありがとうございます。睡眠いいお話ですよね。私も大好きなお話です。の、自分が小さい時にも読みましたが、今あの大人になって子供が2人あの小さい子供がいるんですが、図書館に行くとすごく大きな。巨大絵本のスイミーがあるんですね。 これであの睡眠を読むともう海の中に自分も入っているようなそんな感覚でお話が聞けてとても素敵なんですが、まあ、残念ながらですね調べてみたんですけれどもやっぱりこう、著作権の関係で YouTube であのお読みするのは難しいということで、うん、何かの機会にあの睡眠朗読できたらなと思っています。 ありがとうございます。息子が全然寝ないのに。この朗読を流すと、すぐ寝ます。これからも、ずっと聞きます。あ、ありがとうございます。とても嬉しいコメントです。あの、私自身も。子供が二人いて。子供がゼロ歳の時から、こう、読み聞かせを続けていても、九年。 になります子供が寝るように心地よく眠れるようにこう安心のですねこうなんか波動というか周波数を出しながらの願いを込めて読んでいてそのスタンスでマイクの前で録音する時も同じスタンスであのお届けしていますのでもしそれがあのお子様に届いてですね眠れているということでしたらとても嬉しいです。 ちなみにですね、私の,あの娘のお友達周りのお友達も結構あのこの朗読で眠りについてくださっているということで本当に成田ータ冥利に尽きるなと幸せだなと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 コメントをくださる方です。いつもありがとうございます。おやすみなさいといただきました。ありがとうございます。えー、あっちいこむさん新しいリスナーが増えて素晴らしいコメントも多く増えとても嬉しい。皆さんゆかさんの癒しのお声が一番みたいですね。ほんまに良かったですね。早く保育園や幼稚園などから オファーが来ればいいのにね、きっと来ますよ。そうそう、カッパの傷薬、面白いですね。ガマの油はよく聞きますが、カッパは初めてです。私もカッパの傷薬、とても面白かったです。最初ね、足に黄緑色の手が、 ついて離れないというところからお話が始まってどうなることやらって怖いと思ってしまうお子さんもいるかななんて思いながら読んでいましたが最後はととてもいいいお話でしたねありがううございますそう最近この幼稚園や保育園の寝かしつけお昼寝にもこのチャンネルを使っていただけたら嬉しいと 私がつぶやきましたところ、一緒にその夢を応援してくださって、本当にありがとうございます。えー、牧野さん、綺麗なお話ばかりでした。とても穏やかな声に癒されました。また聞きますね。優しい語り口なんでとても良かったですよ。また聞きますね。ありがとうございます。 牧野さんも聞いた時には、必ずコメントくださるようで、本当にありがたいです。感謝しています。えー、初のコメントでしょうか。綺麗な声ですねと。いただきました。ありがとうございます、えー。たくさんいただいたコメントをご紹介させていただきました。 このチャンネルでは皆様からのリクエストや番組へのご感想いいねチャンネル登録動画のシェアなどさまざまな形での応援をお願いしていますまた最近はメンバー限定の生放送ライブ配信というのもしていますこちらは月額サブスクリプションで490円 あの払っていただいてあの会員になっていただくんですがコメントにお答えしたりとか、えー、最近はですね「感謝ワーク」といってこう朝起きたら10個の「感謝」を書くというワークをしているんですけどもその「感謝のシェア」などですねあのコメントくださる皆様と相互にやり取りしながらあの気持ちいい朝を迎えて一日 いい形でスタートしようなんていうこともやっておりますよろしければご興味がある方は覗いてみてください最後までお聞きくださりありがとうございましたそれではおやすみなさい